ユーフィーリングポイント12第12章9エイトとは、純粋なユーフィーリングとは、純粋な気づきとユーフィーリングに同時に気づいている状態。喜び、安らぎ、至福といった感覚を心に感じるよりも前の状態。奇跡を起こしたり、どこからともなく物を出現させたりすることができる人たちは、純粋なユーフィーリングからそうしたことを行っている。意識が純粋なユーフィーリングに立脚するほど、人生は秩序だったものになる。理解していなくても、信じていなくても、 QE とは効果を生み出す。望みが自然の法則にかなったものであれば、それは叶えられる。望んだものが自分にふさわしくなかった場合は、その代わりにもっと素晴らしいものが与えられる。どんな種類の意図のワークにおいても、ユーフィーリングは決定的な要素になる。意図のワークは楽なものでなくてはならない。ユーフィーリングから離れているほど、成果を生み出すのに多くの努力が必要となる。意図が実現するかどうかは、ただ一つ、気づきの度合いで決まる。QE意図を持つときは、運転手ユーフィーリングに目的地を告げ、あとはくつろいで道中を楽しむ。